これもまた面白い石だね。そうだね。銀色で。色と色と両方だな、これは。なんか雰囲気が、いい雰囲気があるんだよな。本当に面白い石だ。言葉では言い表せない色だね。何よ、このカットもまたいいですよね。面白い。別に頼んだわけじゃないんだけど、レイちゃんが勝手に作ったんだよね。ベニトアイとかさんの。まあ本当にベニトまあだけどいいですね。そうやっていろんなものちょっとチャレンジしてもらって、そういう傑作ができてくればいいし。そうそうそう。もうそんな感じでね、今やってもらってるんだけど、でも完成品を見て、ちょっとね、うちの基準に達してないところがあるから、レイちゃんが。この辺を常に説明しながらやってるんだけど、この間話してて笑っちゃったのが、レイちゃんって、シーロム界隈というか、あの宝石屋界隈ではもう神様扱いされてるらしいんだよ、カットの。嘘、そうなの。俺はそんなこと知らずにボコボコに。神様だろうが何だろうが知ったことじゃないんだよ、そんなの。会うたびにボロクソに言ってて、レイちゃんを。それを見てる周りのやつがびっくりって感じなんだよ。もうなくして、いろいろ取り組んでもらえたら、良さそうなのができそうだね。神は神でね、結構な話なんだよ、果たして完成した神と呼ばれてる人が、これが治るかなっていうのは、それがすごく楽しみだね、レイちゃんは。楽しみだなぁなんて思ってたら交通事故に遭っちゃったみたいで。全くなぁ、これからって時になぁ。まあでも退院したみたいなんで、とりあえず。ああ、それならよかったけど。あの胸の打撲と腕の打撲でなんか痛くて仕事には乗らないらしい。まあね、ほんと神は神で結構な話だから、あれですよね。そうそう。お客様がみんなが喜んでくれるもん作ってくれりゃそれでいいんで。そう、別にそのサファイアが悪いって言ってるんじゃない、そのサファイアは好きなんで、これは。いやけど本当にいいよ、これは。これあれでしょ、あのカボション、今出してるカボションの2個と兄弟原石、そう同じ原石で、そっちはカットにして、で、あと今出してるのはカボンにして、聞くと本当に枝の上げてきた時は全然ペアじゃなかったんだろうな、全然ペアじゃないのに神様のペアだみたいな感じで押し付けてきて、神のペア見ろみたいな。さすが神、何も知らずに見れば本当に立派な仕上がり。あ、もう全然全然だから、それの意味ももうよく分かってるんで呼ばれている。でもそれを否定してるわけじゃない、そんなこと知らなかったんだから、もともと俺は呼ばれてることに。そこのいい部分を否定してるんじゃなくて、悪い部分否定してるだけだから、否定してるわけじゃないんで、ちょっとペアじゃないって言っただけでそんなに落ち込む必要ないわけよ。アディダスがそれを見るに見かねて、ちょっとやらせてくださいとか言って、いきなり勝手にぶんどっていくから。だけど顕微鏡とかルーペで見たときはとてつもなく綺麗だからね。そうですね。明るいところでね、クロート向けのサファイアですね。だからね、そう明るいところで、なおかつルーペで見たら綺麗っていうのは、本当はそれは価値のない石だっていう意見もあるんだけど、でもまあそうでもないんだよね。別にそういう見方をする石もあるんで、で見た時だけ綺麗っていう楽しみ方だけじゃないからね。人それぞれで、そういうレベルの石だね。そうですね。で、ノノサファイアはそうですね。8年ぐらいまで来てるけど、実際はね、出てない人もいるから、10人以上はもういるからね、周りに。そうですね。どんな石でもできるんじゃないかなって気はするけどな。まあ、この石もちょうどその流れで出てきたけど、これもまた面白い石だね。そうだね。銀色で。色と色と両方だな、これは。なんとも言えず、いいだね、面白いですよね。単純になんかブルーグリーンの綺麗な石ですよっていうんじゃないんだよな、なんか雰囲気が、いい雰囲気があるんだよな。本当に面白い石だ。カメラ越しじゃ
うまく出てないかもしれないけど、色が本当に青にも独特の青の感じがあるし、少し黄色が入ってんのかな、でグリーン、グリーンを感じて、言葉では言い表せない色だね。まあ何よりこのカットもまたいいですよね、面白くて。別に頼んだわけじゃないんだけど、レイちゃんが勝手に作ったんだよね、ベニトアイとかなんかを。まあ本当にベニトのカットですよね、これね。アンシーフェアシェイプって言えばそうなんだけど、シールドカットといえばシールドだったりし、まあおそらくインターネットかなんかで調べてベニトアイトでも見てあの真似して作ったんじゃないかな。まあだけどいいですね、そうやっていろんなものちょっとチャレンジしてもらって、こういう傑作ができてくればいいし、そう、ね、そんな感じでね今やってもらってるんだけどでも完成品を見てちょっとねうちの基準に達してないところがあるから、レイちゃんも、その辺を常に説明しながらやってるんだけど、まあこの間話してて笑っちゃったのが、レイちゃんってシーロム界隈というかあの宝石屋界隈ではもう神様扱いされてるらしいんだよ。嘘なの。俺はそんなこと知らずにボッコボコに言ってるわけ。神様だろうが何だろうが知ったことじゃないんだよそんなの俺は。だけどそれを初めて聞いた時はびっくり、ついこの間知ったんだけど、社長が霊に向かってそんなこと言うやついないよってこの辺で、こいつ神様なんだよシーロムでとか言って、あの辺の宝石屋界隈で、だからそれ聞いてびっくりしたっていうか笑っちゃったって感じなんだけどね、本当にね、社長も自慢の弟子なんだな、だからそうだから手放さないわけよ、アディダスとレイちゃんは身近に近場に置いとくわけよ、大事な弟子だから。うわー笑っちゃったね本当に、あちょっとうちには関係なさそうな話ですね、だけどそれ、そう確かに神様なのかもしれない、まあすごいんでね腕はすごいから、それは言ってる意味はわかるけどね、あのその辺の界隈で神様扱いされてるからって別にね自分が頼んだことに合わなければそれは仕方ないな、そんなこと全然知らなかったからさ、もう会うたびにボロクソに言ってて、レイちゃんをそれを見てる周りのやつがびっくりって感じなんだよ。なんかレイちゃんは知れば知るほど、名前もそうだけど知れば知るほど面白さが出てくるな。でボロクソに言われて一番びっくりしてるのが誰かって言ったらレイちゃんなんだよ。俺神だよみたいな顔して聞いてるわけ。すごい不思議だったんだよその顔が。何かを指摘するたびに俺神だよみたいな顔してるしてたのは気づいたんだよ。話してて、こいつ入ってってねえよな言ってることがって思って、まあ入ってないから繰り返しちゃうんで同じ過ちというか間違いを言うと、でまた同じこと言うじゃん、2回目3回目4回目って同じことを言っても、またそういう聞き方で聞いてる。神として聞いてるんで、神に向かって何言ってんのみたいな顔して聞いてるんだよ。だからまた同じことやってくるんだけども。分かってんのかお前って言って、最後には。なんで同じことばっかり言われるのかなって言ったら、こいつ実は神なんだよって、その頃聞いたんだけどね。ついこの間。まあ、それを聞いても別にだから何って感じなんだけど、まあでも理解できたね、ああいうポカンとした顔してるのは。誰に向かって指示出してんだみたいな顔してるからね本当に。その辺が面白いもんだよ。この辺をなくしていろいろ取り組んでもらえたら良さそうなのができそうだね。神は神でね、結構な話なんで、別にそれが悪いって言ってるわけじゃないからさ、このハットの一部分が悪いって言ってるだけなんで、そこ直してくれればいいだけなんだよ、要は。まあでも、レイちゃんの場合、神として完成しちゃってるからね、その今、俺がこだわってる部分は治んないかなって気はするんだよね、完成されちゃってる。
反省されてなければ治ると思うんだけど、すぐに簡単なことなんで、これからすると、果たして反省した神と呼ばれてる人がこれが治るかなって、まあそれがすごく楽しみだね、れいちゃんは。楽しみだなーなんて思ってたら交通事故に遭っちゃったみたいで。全くねー、これからって時にな。まあでも退院したみたいなんで、とりあえず。ああ、それならよかったけど。あの胸の打撲と腕の打撲でなんか痛くて仕事には乗らないだろ。全くなー。調子になっちゃったかな。言うこと聞かねえで俺は神だとか言ってるからそんなことになっちゃうんだよ。そこ直していけばね、いっぱいこういろんなものやってもらえて、そう、ね、本人にとってもいいと思うんだけどね。レイちゃん作がだいぶね、こう気がついてきたとこだったの。そんな全くこだわりのない人たちに神と崇められても何の意味もないと思うんだけどね、俺としては。本当に真面目にバカにしてるとかじゃなくて、何のこだわりもなくて。ただ安ければいいとかさ、ただ自分が儲けたいなんて、そんな人たちに神にあがめられたり、なんか嬉しいかね、そんなの。嫌だけどね、俺だったら、逆に。まあね、嬉しかったんじゃないですか、それで、ね、神と扱ってもらえない、ショックで事故っちゃったとかさ。神に指示を出すやつって思ってるみたいで、やっとしたら神でも仏でも出しますよが気に入らないんだからさ、それクリアしないとね、いいものにならないことはもう間違いないんで。まあね、ほんと神は神で結構な話だから、あれですよね。そうそう、お客様がみんなが喜んでくれるもん作ってくれりゃそれでいいんで。そう、それは別に否定はしてないんだけど、でも何のこだわりもなく、ただ単にね、安ければいい、自分が儲かればいいっていう人に神と思われてもあんまり意味がないよっていうことだね、はっきり言って。そんな何の指標にもならないじゃん、だって。そうですね。なんかあれだな、このサファイア、いいサファイアなんだけど、枝野の話でこのサファイア出なくなっちゃうかもしれない。いやでもね、それはそれでいいんじゃないかなと思うけどね、本当の話だし。で、別にそのサファイアが悪いって言ってるんじゃない、そのサファイアは好きなんで俺は。いやけど本当にいいよこれは。これあれでしょ、あのカボション今出してるカボションの2個と兄弟の原石、そう同じ原石で、そっちはカットにして、で、あと今出してるのはカボにして、この前のあの炭が大きく取ってある、そう、ペアっぽいような、ペアっぽくあれが貼っていただいたやつの、それとも兄弟の原石か、それとも兄弟で、であれはちょっと話題にも動画にも何にも出さない状態で売れちゃったんだよね、速攻で。だから今更後出しでそんなこんなもの出しても、後付けで出しても仕方がないんだけど、れいちゃんができましたって言って俺のとこに店に来て、ペアです、しかもペアですとか言って結構興奮して店に来て、一瞬でペアじゃないよこれって言って、色もちょっと違うし、まあ色はいいんだよ、多少違うからね、みんな色も違うし、サイズも違うぞお前って、これはい、色は微妙に違うんだよ、宝石は一個一個似てるっていうだけで、それはしょうがないじゃん。色も一緒、サイズも一緒、カットも一緒、もう最高の作品ができましたとか言って店に来て、俺のところに。で、その時は神様なんて知らないし、まあ知ってても関係ないんだけど、ボコボコに言ったわけ、その時にも。なんだこれはって。はい、これでペアじゃないよって、全然サイズも違うし、カットも違うし、厳密に見れば。ダメだこれじゃっつって、突っ返したところを見てアディダスがなんかかわいそうに思ったらしくて、神様に向かって、そんなことを言って、あの枝野がすごいあの落ち込んでたんで、もう参りましたみたいな顔してたんだよ。どうしていいかわかんないっていう感じで困り果てて。アディダスがちょっと待ってくださいとか言って、もう横取りしてその場で修正に入って、サイズとカットの、その場でアディダスが修正したんですよ、あれ。
そしてサイズも合わせて、カットも合わせて。だから最後はアディダス仕上げなんだ。そうそう。枝野紙の修正版なんで、アディダス修正版なんで、あれ。そういうことだったんだ。そう。それで、ようやくサイズとカットがペアになって、まあ色は多少天然石だから違うんだけど、一応ペアっぽくなったんだよね。まあ別にペアにしたかったわけじゃないんだけど、俺は。だからこっちに届いて、俺はペアじゃないけどペアっぽいっていうつもりで、やったんだけど、その話を聞くと本当に枝野が上げてきた時は全然ペアじゃなかったんだろうな、全然ペアじゃないのに神様のペアだみたいな感じで押し付けてきて神のペア見ろみたいな。さすが神、自称神だからね。自称神、自称神、ちょっと危ないよ本当に。自称神、事故ってる場合じゃねえぞ、本当に。アディダスの師匠のことも神って呼んでるんだけど、今。あれって、自称神じゃないんで、やつは自分のこと神とは言わないし、思ってもいないんで、だから神と呼んでるんだけど、蔵から言ったらね、全然だって。でも、アディダスからの情報で、あいつは神です。あいつはっていうかね、師匠だから、本当に。あの人は、神レベルですよ、腕はって。聞いてて、それで神って呼んでるんだけど、だけど、まあ、ちょっと実際問題、本当に神だなって思う仕事になってきてるね。いや、そうですね。だから、まさかこの流れから師匠の話に行くとは思わなかったけど、本当、今回入ってきた師匠の作品は鳥肌もんばっかりですね。なんか勢いが変わってきたんじゃないかなって感じがするんですけど。そう。自称神とね、自称神ではなく、ね、周りから神と言われる人は、やっぱ多少違うよね、そういう意味では。だから枝野にもさ、自称はいいからさ、周りから。でも周りから言われてるっていうのがまた厄介なんだよ、もう。もう周りからすでにあの 80%、90% のレベルで神と呼ばれちゃってるらしいから、ある界隈では。だから、まあそれがちょっと厄介なんだよな、今日は。なんとなくわかるんだけどね。あのレベルになると神ってなんか呼びたくなるんだよね、みんな。何か、カッターとして神なの？そうそうそう。すごい、なんか、特殊カットというか、面白いカットを作るなら、枝野みたいな感じで、ある界隈ではもう神扱いされてるんだよ。まあだけどね、出しとけば問題ないっていう。何も知らずに見れば本当に立派な仕上がり。もう全然全然。だから、それの意味ももうよく分かってるんで、呼ばれている。でもそれを否定してるわけじゃない。そんなこと知らなかったんだから、もともと俺が呼ばれてることも。そこのいい部分を否定してるんじゃなくて、悪い部分否定してるだけだから。そうですね。否定してるわけじゃないんで、ちょっとペアじゃないって言っただけで、そんなに落ち込む必要ないわけよ。アディダスがそれを見るに見かねて、ちょっとやらせてくださいとか言って、いきなり勝手にぶんどっていくから。枝野の話が聞いてないから、枝野の作品にしとくか。今、イーグリーンが出てきたな。いい感じになってきた。俺、全然画面も見ないで喋ってまあ、いいですよ。いいです、いいです、全然。このファイヤーはな、画面で見るようなグリーンじゃなくて、本当に独特の青がいいんだよ、これ。まあでもね、あんまりこういう石はね、綺麗綺麗って言わない方がいいよ。パッと見はなんか暗い、ただの暗いサファイアなんで、だから本当にサファイアのことを知らない人が見たら、何これ、ただの暗いサファイアじゃないですかなんて言われちゃうから。確かに真っ黒サファイアとか言われちゃうからね。そう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 、本当に見え方は人によっても違うしね。だから綺麗綺麗って言っても伝わらないと思うんで、なかなか。だけど顕微鏡とかルーペで見た時はとてつもなく綺麗だからね。そうですね。明るいところでね、クロート向けのサファイアですね。だからね、そう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 、明るいところでなおかつルーペで見たら綺麗っていうのは、本当はそれは価値のない石だっていう意見もあるんだけど、でもまあそうでもないんだよね。別にそういう見方をする石もあるんで、夏で見た時だけ綺麗っていう楽しみ方だけじゃないからね。人それぞれ見たい時間帯とか見たい場所って違うしね。
でもまあそういういろんな考えの人が見てるからね、それがまあ難しいところなんだろうね、ネット販売は。対面で売るんだったらね、嫌だったら買わなければいいだけだし、よかったら買えばいいだけだけ、簡単なんだけど、まあそこら辺だな。で、そういうレベルの意思だね。そうですね。で、野の差配合わせですね。まあもう画面は、あの、師匠の素晴らしいトパーズになっちゃってるんですけど。これのすごいね、光が当たって。もう何とも言えませんわ。これもね、2回か3回やり直して、神様に怒ってやり直させて、これがわかんねえんだったらもう無理かなっていうぐらいのことを言った石なんだよ。これは。シャンパントパーズみたいな、シャンパン系の色の。なんでこれが見えないのって。お前ルーペ使ってんだろっつって。肉眼で見てるならわかるよ、アディダスみたいに。だけど、アディダスだってそんなの肉眼でも見えるぐらいのものをさ、ルーペ使ってもわかんないっていうんじゃ、ダメだなーって言ったんだよね、この石は。アメトリンは一発成功だったけどね。もうこれがだからその辺の最初の作品だったのかな、このパンパンとパーズが。